リューネブルガーハイデリューネブルガーハイデは、ドイツのニーダーザクセン州の北東部に広がる荒地と、干木の自然保護地区。主要都市でいうと、ハンブルク、ハノーファー、ブレーメンにまたがる。森林の伐採で土地が枯渇し、巨大な荒地になっており、エリカとわずかな干木が生えているくらい。8月上旬にはエリカが赤紫の花をつけるため大勢の観光客が、 集まる。車の乗り入れは禁止で、周辺の観光基地になった村から、馬車や徒歩で中に入る。観光シーズンには、リューネブルクから日帰りのバスツアーがあるほか、普段は一日数便の郵便バスを使うこともできる。そのルートは、ハンブルクからシュターで、リューベック、トラーベミュンで、メルンなどを経て、リューネブルクからこのハイデに至るエリカ街道と、名付けられた観光道路が便利。 観光の基地は、ハイデの中央部にあるウンデローである。数学者のガウスの記念碑がある。日本には、東山海威の馬車よ、ゆっくり走れという旅行エッセイで、初めて紹介された。ハンス・クリスチャン・アンデルセンの、絵のない絵本の第十四夜にも、リューネブルクの荒野という、このハイデ地方のことが出てくる。タワダ・ヨーコの小説、ミソーとキューピッドの弓に登場する。 二層修道院はこの地方に所在する。ありがとうございます。